オラレンはジュカヨでは、ナイジェリアイバダン出身のサッカー選手、ナイジェリア代表、ポジションはフォワード、レッドブルガーナでキャリアをスタートさせ、2010年2月にエサック・ミモザと契約を結んだ。2012年2月2日、FC ルツェルンに11月30日まで、レンタル移籍した。2013年10月10日、イスラエルプレミアリーグのマッカビネタニア FC に1年間の、 レンタルで移籍した。マッカビネタニア FC に完全移籍後、13得点、6アシストを記録し、FK アウストリアウィーンと4年契約を結び移籍した。2015年8月2日、SC ラインドルフワルタフハセンで移籍後初得点を記録した。2017年8月17日、マンチェスターシティ FC に4年契約で移籍した。移籍後すぐに、 2017から18シーズンは、定型クラブのジローナ FC に、レンタル移籍した。2017年8月19日、アトレティコマドリード、戦に、ポルトゥ交代で出場し、プリメーラディビシオンで、初出場した。2018年3月2日、ジローナ FC とのレンタル契約を終了し、FC シャフタールドネツクにレンタル移籍した。2018年6月8日、 FC シャフタールドネツクに完全移籍することが発表された。U-17 ナイジェリア代表として 2009FIFAU-17 ワールドカップに出場した。2010年5月3日 U-20 ナイジェリア代表に初選出されアフリカユース選手権予選に出場し2011年4月12日に南アフリカ共和国で開催された。 アフリカユース選手権の U-20 ナイジェリア代表にも選出された。2017年3月23日、セネガル代表との親善試合でナイジェリア代表デビューを果たした。ありがとうございます。